第93回全国高等学校卓球選手権大会香川県予選日程6月1日3日場所丸亀市民体育館第93回全国高等学校卓球選手権大会以カインターハイが2024年8月3日8日の日程で長崎県大村市体育文化センターシーハット大村で開催される予定となっているそれに伴い 全国各地でインターハイ予選会が開催されている6月1日3日には香川県で予選会が開催され香川県代表が決定男子学校対抗では人生学園女子学校対抗では四角香川西が代表権を獲得男子シングルスでは四角香川西の中島智春が優勝した人生学園の片桐優は3種目で出場権を獲得している 女子シングルスでは、人生学園の山村真央子が優勝を飾り、四学香川西の三谷愛希、龍子湯野2選手が3種目で出場権を獲得した。結果は以下の通り、インターハイ学校対抗出場校、男子、人生学園、女子、四学香川西、インターハイ男子シングルス出場選手、1位中島智生、四学香川西、2位石原総大、人生学園、 3位片桐雪、人生学園3位樋口海、四角香川西インターハイ女子シングルス出場選手1位山村真子、人生学園2位三谷愛希、四角香川西3位龍子優、四角香川西3位木村明彩、高松中央インターハイ男子ダブルス出場選手1位片桐久保田伊吹、人生学園 2位樋口海、前田海部、四角香川西。インターハイ女子ダブルス出場選手、1位藤野夢樹、二谷愛希、四角香川西。2位桜井心美、龍子湯、四角香川西。